国際通りで買える沖縄限定グルメ4選の前にちょっとチュラミ水族館に行くよ。昔ネーネーと来たきりだったけど久々に堪能してきたの。ジトメの魚見てめっちゃ面白くない？一通り回ってイルカショーにも行った。イルカってほんまに賢いよね。私より賢いんちゃうか。チュラミ水族館にビーチがあるのを初めて知りました。綺麗な景色にテンション上がってキジムナーごっこした。オイラのことが見えるのかい？最近また屋台村とかできて賑わっている国際通りへ戻って、まずはカルビープラスへ。沖縄限定の紅芋味のスイートポテリコ。私は普通のポテリコの方が好きだけど、これは沖縄限定だし甘いお菓子が好きな人におすすめ。沖縄のローソン限定唐揚げくんシークワーサー味。唐揚げにいっぱいシークワーサーぶっかけたみたいでめっちゃ好き。ファミマのパイン泡盛、これめちゃくちゃ美味しいよ。泡盛あんまり好きじゃないって人も飲んでみてほしいです。国際通りに面する市場本通りの中にあるもずきむ。もずくのキムチ漬けなんだけど、これほんまにめちゃくちゃ美味しいです。全国配送もできる。好きなものを目の前にすると IQ が2になってしまう私。猫は沖縄でも可愛いな。ぐるぐるとか